も帰り道一人で歩く子供たちの声がまた僕を寂しくさせる携帯電話を開いてみるけど電源は落ちていてああ早く家に帰らなきゃごめんね今日は一緒に帰れないんだ君はそう言って教室の中へ戻って楽しみにしてます。はい、じゃあ。またお会いしましょう。ありがとうございます。